ひゃー佐渡島さあ特に行ったんじゃない。こんにちは、ケイシです。山本です。おはようございます。おはようございます。ただいまの時刻は7時40分。はい、今からなんとですね、はい、佐渡島によいしょー、初佐渡島、はい、ね、新潟港に行って、うん、そっから、うん、佐渡島に2時間ぐらいカーフェリーに乗っていくわけですね。はい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 。どんなとこなんだろうね。いやー初めてだけど、なんか昨日地図いろいろ見てたけど、うん、まあまあ大きい島だね。そうなんだ、うん、初島とかより大きいのかな。大きいんじゃないかな。で、なんとめちゃくちゃ魚が釣れてるそうで。おい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 、伊豆の主釣りがついにやりましょう。指導しましたとりあえずショアジギのロットだけ持ってきたからそれで青物を引っ掛けて、うん、ブリシャブですね。うわー最高。佐渡のブリって有名だからね。あ、そうなんだ、うん、じゃあ大きい魚を釣って、うん、食べるっていうことができればいいけど。そうですね。とりあえず佐渡島に渡って、はい、釣りをして酒飲むと。よいしょ、行ってみましょう。よいしょ、レッツゴー。新潟駅に来ました。よいしょ。初めてこんなに休まずに来たね。ねえ、めちゃくちゃ早かったんじゃない。ね、うん、道も空いてたしね。うん、空いてたね。地元の友達の情報だと、うん、2m50cm ぐらい波があるらしいですね。フェリー結構揺れるかもですねっていう。幸いにも早く着いたんで、うんうん、ちょっと、まあ、酔い止め買ったりご飯食べたり釣り具屋行ってちょっといろいろ見てみましょうか。そうだね、ここで、うん、この新潟駅で、うん、ちっちゃいチンチン、およそ200m、大チンチンっていう友達をピックアップしていきましょう。了解です。ちっちゃいチンチン、大チンチンです。よいしょ、お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。一番キャラがここにいる。ほなほな、ちょっと昼飯食って、うん、行きましょう。釣り具も見に行ってターミナルに向かいましょう。お願いします。ゴーベイビー。自販機コーナーマーベル。おいおいおい、スナックやん。フラチだな。着く頃には7時過ぎになってるから、うん、さすがに釣りするのも、うんうん、ねええむしいる。えむしいる。今日行くの久保田キャンプ場っていうところを狙っていくんだけど、うん、さっき電話して、はいはい、入っていいよって言ってくれたんで、うんうんうん、まあ、そこら辺行ってみてちょっと釣りできるかできないかも確認して、うん、でなんかどうやら町が近いと。なるほどね、うん、なんか多分魚介も美味しいだろうし、うん、まあ、そういうご飯屋さん攻めるっていう手もあります。足朝早いしね。そうだね、今から夕間詰めで、じゃあちょっと夜の町と、うん、スナッキュでもやっぱ地元の食材だと地元の人がさばく方が美味しいだろう。そうだね、確かに確かに。明日ね、釣りがあるからね。そう、朝ちょっと4時ぐらいから竿を振んないといけないから。うん、夜振らないようにね。やめろやめろ。夜まずね。あれだあれだ。おお、すげえ。すげえ。俺カーフェリー乗るの。あ、駿河湾フェリーぶりか。ねえ。おお。駿河湾フェリーもすげえ調子いいけど。時山丸です。時山丸結構ね、新艇らしいよ、割と。うん、古いやつじゃないっぽい。うわワクワクする。うわすげえ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 。どっちだ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 。はい、ありがとうございます。じゃあ無事乗船したんで、うん、2時間半フェリーの旅、ね、2人飲んでたらいいじゃん。でもなんかちょっと留置情報によると、うん、波が結構あるらしいんで、はいはい、まあちょっと酒で酔うか船で酔うか行ってみましょう。レッツゴー、レッツゴー。エスカレーターがある。本当最新の船なんだね。
伊藤さんじゃない頃に行かないと。2階は婦人服とか売ってたら面白いね。確かに、ね、田舎のデパートみたいなね。生ビールも、生ビールもあるの？生ビールもあるんですか？食券になります。はい、生ビールなんて売ってない。いやいやいや、けどさっきお金持ってなかったんで。おお、外は出れないけど、これじゃん、こういうことでしょ。おお、すごいすごい、よいしょよいしょよいしょ。それではサバ200ガンガン楽しんでいきましょう。キャバイキャバイ。仕事連れね。すげえ。ちょっと待望のドラムならなって。いい。おお、ここだ。あ、これだ。安住らしい。あそこから上行けますよ。兄貴。もうちょっと暖かかったら相当気持ちいい、ね、お酒美味しいんじゃない。動いた動いた、ちょうど動いた。本当だ本当だ、動き始めました。すげえすげえすげえ。誰もいない。誰もいない。びっくりするぐらい誰もいない。なんで誰もいない。そうなんだろう、ライフラインで使ってんだろうね。永速気分は大和くん、あなただけですよ。え、永速気分は酒飲んで。今日はあれですか、佐藤住まいなんですか。泊まる。あー、泊まり泊まる。誰でも話せるから、すごいよね。初の佐渡ですか。そう、初佐渡。僕らも初の佐渡です。さあ、気をつけて、良い旅を。はい、良い旅を。気をつけて。はい、また戻ってきちまって。じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ。ああ、冷て。手が効いてない。でかい、でかいな。ちゃんと入ってる、ちゃんと入ってる。じゃあお得だね。うん。すごいよ。うわ。どひゃー、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、調子乗ってゲームやったらめちゃくちゃ酔ったね。すげえ気持ち悪くなって。うぇそうなるよって言ってなったね。ベッドに入ってなんかね、うん、寝室っていうか、うん、大広間で寝れて、うん、めちゃくちゃ気持ちよかったね。よ、40分、50分時間、50分ぐらいか。そうだね、全回復したね。で、なんか波がね、うん、あるっぽいから、ちょっと本当に釣りはね、調べたんだけど、うん、危ないそうなんだよね、うん、だから今夜はもっこりさ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 りょうちゃんりょうちゃん。初上陸でー、これが佐渡島。普通に都市だ、都市だ、すごすごい、シティだね、シティだね、シティなんだ。リトリテワー、ちゃんと街だね。素晴らしい。とりあえずはキャンプ場の方に。そうだね、町の方に。そうですね、うん、町の方じゃない、キャンプ場の方に。え、ま、町でしょ、キャンプ場って。町のとこ。まあまあ、確かに、うんうん。キャンプ場の方に向かって。うん。進んでいきましょう。よしよし。ブラブラ。よいしょー。はい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 。あと600メーターです。おいっすー。
本日は久保田キャンプ場、うん、17時で受付は終了しちゃうんだけど、うん、昼に電話したら明日払ってくれればいいよっていうことで、うんうんうん、ありがたいっすね。ゆうさん、おお、え、え、ゆうさんじゃん、ガチゆうさん、うん、ゆうさん、ちょっと待って、駐車場本当だ、ゆうさんだ近いのかな、これ駐車場だよね、ちょっと一回止めてみて、止めてるのやばいよね、あ、書いてある書いてある、久保田キャンプ場専用駐車場、はい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 、とりあえず止めて、ゆうさんにご挨拶してみるか、ちょうどね、オールキャンパージャパンも、うん、あ、確かに確かに、うん、出てくれるんで、ちょっとご挨拶しましょう、ご挨拶しましょう、地球儀のゆうさんです、あ、そうです、あ、はじめまして、はじめ、ちょっとよくわかりましたね、はじめまして、伊豆の西で、あれ、うざーわー、久しぶりです、マジで、なんでインスタ見てきちゃいました、嘘つけマジで、ちょっとまぶしいよ、たまたま、そうです、明日みっちゃんとなんか釣りしようって話でそれで来たんですよ、なんか冬以来のこの偶然冬もなんかそうだったけどさっきインスタでみっちゃんが、うん、ゆうさんもいるっぽいよ、うーん、まさかと思ったけど、でも通ったらゆうさんもですか、いや、どこ通ってもわからんでしょでも今日ここに泊まるんですよ、え、ここ、そうです、まあ、今日はちょっと乗り入れができないから、うん、その駐車場で寝ると思うんですけど、うん、ああ、なんかそういうやつなの、そうです、テントだけ、あれだ、うん、見たこうガッてなるやつ、あ、そうですね、すごいね、いやそうなんだ、じゃあ後から来るって言ってたのはケンちゃんだ、多分、あ、言ってたん、なんか後からなんか7時ぐらいになる、立ち位置まで、あ、立ち位置あ、撮ってんの、あ、そういうことね、ありがとうございます、またオールキャンパスジャパンも、いやいやいや、マジでちょっとすげえ、いやいや、こちらこそありがとうございます、はい、でも本当にあの時の冬以来のちょっと感動だったね、うん、誰だよこんなまったりしてんのにすみません、お邪魔しちゃって、いや全然お邪魔してないんだけど、ただ黄昏しただけだから、ということで、はい、久保田キャンプ場に到着して今ゆうさんに挨拶しましたね、はい、今からもう乗り入れができないんで、さっき犯人さんに確認してここに止めていいよっていうので、テントを出してそれで、過ごしていこうと思います、計算してたんですか、これ代表かの、計算したかのお得、完璧ですね、完璧でした、よし、ということで、設営が終わったので、はい、目の前に海があるから一応見て、そうだね、様子を見に行きましょうか、うん、よし、ゴールゼロもちゃんと準備して、ね、キャンパーみたいですねキャンパーですよ行きましょう、3時間ぐらい歩いて、こちらの鴻之助、鴻之助美味しそうですね、ペコペコなんでやりましょう、うん、やりましょう、軽くいっぱい、うん、行ってみよう、よいしょ、そうです、許可取り中のヤンプです、ところで動画撮りたいんです、あ、はい、大丈夫ですか、大丈夫です、ありがとうございます、大丈夫です、ありがとうございます、でも気持ちの下げとしていいです、7時間移動お疲れ様でした、佐渡の夜楽しんでいきましょう、ちょっと移動技い、そう、どれね、気持ちがね、来たー、来たー、2人とも船2杯飲んだ、1回寝てるからゼロ、めちゃくちゃうまい、すいません、怒ることとかないんだよ、食事が整ってまいりました、うしょい、まっすーバリうまそう、新しいのつけちゃう、アゴ出汁の唐揚げだった、アゴ出汁唐揚げ絶対うまいよ、ね、名物だ、で、バターのアサリバターと近海で取れた刺身の醤油、刺身もめちゃくちゃ豪華です、キャブリーアーティスツッコむね、静かな、いただきます、唐揚げから食べていいから、行きましょう、
すごい。いただきます。プリゼロ的なものもらう。ね、もらいましょう。ユン。うま。すいません。うん、ナイスルーティン、ナイスルーティン、どうどう、うまい、めっちゃうまい、うまい、いただきます。うん、甘めな、うまい、めっちゃうまい、うん、いいじゃないか、入ってる、一人だよ、あ、みんなに乾杯。ゲームしてるから、ゲームしてるから、俺に聞かれたじゃないゲームしてるから、うまっ、このかかってるタレが、甘いタレが美味しい、うまいね、アサリバター、いただきます。うまそう、行くぞ、買っちゃった、どこに取ってる、めっちゃバター効いてるね。これ、上切りだな、これ、上切りだ、うまっ、いや、まだストックがある、うーん、うーん、バレーも行ってたし、アブに、うーん、バレーも行ってたし、アブに、はい、別にね、何のこと、悪いのが近いし、いや、出だし好調ですね、いいですね、そう、でも俺も全キャンプしてる、全然、やばい、これキャンプじゃない、新しい形、新しい形、アブの近い、キャンプって一重に行ってもね、うん、いろんなやり方があるから、確かに、それでくくらないのが我々ですよね、ちょっといっぱい気持ちいいから、多様性の時代、多様性の時代、どんな場所でもパーティーにしちゃうからね。でもまさかの、そのキャンプ場から歩いてこれレベルね。10分ぐらい歩いたの、1キロちょっと、そう、1キロないぐらいだね。でね、ユウさんは異国のキャンプして、それを横目に見て、ね、いいキャンプだったね。俺らはまあ飲んでね、うん、あ、もう綺麗です、この辺りで、やだ、なんか車見て、このテントで寝るだけだ、そうそうそう、最高だね、ね、めちゃくちゃ美味しい、ただの旅行だからね、今んとこ今んとこただの旅行してる、淡々と準備をしてるだけだ。本番は明日ですから、うん、いや、怒られない、ちょっと朝から釣りして、バカでかい主釣って、うん、みっちゃんから合流して、うん、あ、みっちゃんにさばいてもらおう、うん、うん、どれかわからなくなっちゃった、うん、大丈夫です、最高、大丈夫、うまそう、うわ、多分僕も俺これが揚げだ、うん、これここのあれなんですか、発祥なんですか、この発祥ではなくて、ただまだ洗う、お店でこう好きなことだからになってないです、ここら辺の地域の、へぇ、食材を抱っこしていく感じ、へぇ、いただきます、あ、アグラーデなんだ、はい、はい、どうぞ、いい意味でアグラーデ、うちの職場に一人、んえ俺分かった、すごい、うわー、ねえ、はい、です、もうおじさんが、あー、そしてもまあおじさんやらなくていい、なお、やっぱいいですね、努力していく女性、ガッチンガッチンチンなんで、それでは今日は、はい、お疲れ様です、おじさんの群がりようが、だから5日間、魚を釣って釣って楽しんでいきましょう、キャプテン、本当にそういう環境もある、そういう環境もあるから俺は無理だ、うまいぞ、なるほど、うまい、特別本醸造、うん、いいね、これだね、スルスル入ってきて、次の揚げだっこいきます、はい、ネクスト揚げだっこ、じゃあ次は揚げだっこ、次は一斉ので指、あ、なるほどね、うん、お好みチーズ、シーチキン、これ今シーチキンないものもあるって言ってた、確かに、岩のり、納豆、あれなんだ、揚げだっこわさびマヨなんですよ、めちゃくちゃあるじゃん、明太子、美味しそう、もうさすがに分かるやつ、そうだね、これは
けどさ、正解が分かんないよ。確かにね。頼んでない。新メニューでさ、そわそわするだけ。絶対にもうペペロンチーノなんだけど、絶対にペペロンチーノだけどないからわかりました、新作なんですよ。そしたらすごいと思う。確かに大成功。行きましょう。まだじゃあ、いただきます。いただきます。なんかの揚げだこ、横見ないようにね。18歳から近い年齢の人がいいなぁ。クイズ買ったです。まあ今もそうですけど、食感がな、食感が絶対ヒントはない。うん、オーケーオーケー。いきます、いきます、せーの。おぉー、危ねぇ、危ねぇ、危ねぇ。8種類ある中で大将知ってね、うん、何ですかって聞いて、うん、多分僕らはもうチキンとわさびしかないと思ったんですよみたいな話をしたんだよね。よくわかった。そうだよ。何でもないとしてるのよ。よかった。今乗りも入れようとしてたって話で、頼んだ段階で8種類中3本、3種類在庫があって、マスターが選んだのは2種類だった。6本頼んでんだけど。またロケル知らんのですよ。持ってるんですよ。どういうの。ハイボールです。ありがとうございます。ハイボールです。お兄さん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそれね、安心ね。ホワイトホース、まず赤いは安心ですか。ホワイトホース使ったとき後で聞きました。今言ってたじゃん。さすがに失礼だよ。違う、氷が細かい。これは相当入ってる。ホワイトホースだ、これは。ボテガのレシール。相当入ってる。レシールが。ねえ。そう。最高。で、それ。思ったより島がでかくてびっくりして。本当。うん。でかいよ。うん。うちはこんな車でこう回ろうだと気にならないんですよ。トライアスロンでこうずっと回るでしょ、一周。早くから泳いで、バイク乗って、ランやって、よく1行が8行だけど、考えられないね。自転車、バイクなんて言ったら、もう本当ずっと牛もあるからね。考えられない。知り合いのキャンパーさんが歩いて佐渡島ぐるーって回ったらしいですけど、すごい2週間だよね。2週間でキャンプしたって言ってましたね。そうだと思う。東京とサイズ変わんないんでしょ。あ、そうなんだ。東京おじいさん、23すっぽり入っちゃう。佐渡島？そう、佐渡島、あっちっぽい。あ、マジっすか。マジで。だからでかいんだ。そりゃでかいわ。全然規模感。沖縄の次にでかい島だな。あ、そうなんですね。沖縄は県だけどね。うん、あの本土の方。市だから。そんなに大変変わんないじゃん。だってあの真ん中を突っ切ってきて多分最短距離じゃん。サンゴマル。そうそう、ま、あのそうそう、ジグザグになってる部分多分真ん中を突っ切ってきたところですよね、うん、そうそうそう。それでも17キロあったからね、結構やっぱり時間かかるよね。そういえばマスター、あの揚げだっこは今日何が入ってたんですか。え、揚げだっこ何が入ってたんですか。揚げだっこ、うん、揚げだっこはなんだっけ、シチキン。シチキン、シチキンでわさびだよね。これ仕込んでるんですか。仕込んでる、仕込んでる。へえ。そんなに暇がなくなっちゃった。今はわさび、うん、今わさびわさびある。岩のりはまだあるし。岩のり2本だけ。食べたかった。みんなが大体ほら好きなやつ、これ全部うまいもんね、絶対。おー、やってるから。明太子食いたかったな。明太子とお好み焼き、チーズと納豆、岩のり、逆にシーチキンとわさびマヨ以外全部食べたかった。あのシーチキンとわさびマヨが一番残るんだよね。どこらんかい。酒でも売れちゃってるからね。なるほどね。納豆とかはチーズとか売れるね。チーズ売れたから、明太子もそうだけど。だからシーチキンとわさびだったのか。これ今度僕らキャンプの時、キャンプ飯で作らせてもらってもいいですか。いいですよ、どうぞ。マスターは一応何が好きですか。納豆。なんやだっこってどういう意味なんですか。いや、なんか食うんじゃん。あ、じゃあ揺れたんだよ。抱っこする。こんな感じになっちゃう。うん、はいはいはい。で、抱っこするっていう。あー、揚げた。マスターがスナックのやるような感じです。
ちゃったの。もうこの年になったら無理だね。もう無理。昔はじゃあまんま。もうそれはもう。もう誰にも負けない。誰にも負けない。またなんか飲んでください。じゃあ座ります。ちょっと片付け。僕らもね、これ食べていきましょう。いやめちゃくちゃ良かった。ちょっとあの佐渡島初日も間もなく終わるんですけど、キャンプ。ちょっとした、ね、総括をしてもらうと嬉しいなって思いますけど、はい、静岡の伊豆から来てね、だって車で5時間ちょっとかな、休憩挟みつつ来て、で今回なんか調子良かったから、ほぼほぼノンストップで来たんですよ。大和インターのトイレに1回寄っただけで、新潟のね、1回だけ休憩して、その新潟駅まで行って第一にピックアップしたじゃん、でそっからフェリー乗ってさ、フェリーもめちゃくちゃいいね、なんかあのキャンプってなんかキャンプをしに行くじゃん、だけど俺らのキャンプってさ道中もキャンプじゃん、その辺楽しんでるよね、今日は楽しめて、かつキャンプキャンプって言ってるけど、テントピュッて広げただけで今飲み来てるんですけど、今すごく楽しいです。結論から言うと結論から言うと、じゃあまた明日、朝まずめ、からちょっとしっかりと、そうだね、もう今9時もう10時ぐらい、それで明日4時はい、に起きて、とりあえず目の前、そうだね、歩いていけるから、ぶん投げてやっていきましょう。はい、もう一言で締めます。佐渡最高最高最高。あれうま。ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。しゃ、ゆずら何時だ今。今ね、まだちょうどね、6時31分。あっこりちゃん、あっこりちゃん、おはようございます。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 いい朝ですね。いい朝ですね。今4時半、ちょうど4時半ですよね。それから今海がすごい凪ですね。ちょうど見えてるあの端っこ、あっちの岬の方まで行って、それは名前が何なんだっけ。イナクジラ。これだ、イナクジラ、大物狙いや深瀬釣り、アジやクロダイ、アオリカ、勝ちました。釣った釣りました。見えた。ちょっとこのフィッシングガイドももらったんで、ポイント攻めて、そうだね、釣りに行きましょう。でもね、足が大事だから、釣りは足を動かしていきましょう。おいおいおい、釣れたなこれ。釣れた。ありがとうございます。たまたしたまたまたま。下降りるのかな。おお、そうそうそう。よいしょ。君かね。君かね。ちっちゃいチンチン大チンチンというのは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長手岬。長手岬。来ました。もう今日は令和の爆釣セットで。そうだね。昨日フィッシャーズさんで僕は購入した。1万ちょいぐらいのやつだね。全部セットだもんね。ね、糸とリールと竿でリーダーつけて、今日はこれで。うん。よろしいですか。多いフォルムしてるんで。いるね。上げたらここを取るんだけど。
あと 30g 張りすぎるから、流れちゃうかもしれない。馬がある。手前もだいぶ岩だから。どこなんだろう、多分。すごい変なとこに上がれる。これはどうです、隊長。隊長、多分ルアーする場所じゃないかもしれないルアーする場所じゃないかもしれない。引っかかっちゃったから、うん。もう一回戻ってサーフでおとなしくするか、もう一回攻めてみるか。前もだいぶ岩だから早めに巻かないと、はいはいはい、僕は先端に立ちたいよ。うん、先端で なんか確かに辛そうだよ。後ろ三本針だった？うん、そう。ってことはめちゃくちゃ引っかかるから。釣れました一目から。これは難しいね、波もあるし。ルアーじゃない。いやー、地球釣っちゃいました地球儀さん、地球儀さんですね。だから次のスポット、そうですね。ちょっとコンビニ寄って一回腹ごしらえしないと。これはあの、そうだね、腹が減っては戦できないですからね。半分ぐらいまで行って、うん、カメラ忘れてるんです今向かってます。バカ長堤防、バカ長堤防先端の方まで、先端の方から、ね、なんちゃら岬。おお、長堤岬か。そうです、そうです。こっち行って波すごいっしょ。ルアーできる場所じゃなくて、北西吹いたらこっちかなって感じ。あ、なるほど。頑張ってきます。頑張ってきます。ありがとうございます。どっか移動するんですか。うん、まあ、ちょっと様子見て。あ、なるほど。ブラブラでも立たねえかな。まあ、ブラブラ8分ぐらい歩いてきたんだけど、めちゃくちゃうんこしたよ。行っときゃよかった。行っときゃよかった、まあ、とりあえずやろう。よいしょ、行きましょう。ちんちん投げてみ、やってみ。はい。お。オーケー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 。で、そしたらすぐにベールを戻して、少し巻いて、糸のフケっていうちょっと、今ピンと張ったちょっと、そしたらここに指を当てる。海底につくとポンってなるから糸が。もうついてるかな。あ、ついた。そしたら。指を取って巻く。これで爆鳥。これで爆鳥。これで爆鳥。じゃあ今日の爆鳥を誰かやっていきましょう。いきましょう。レコ。レコ。レコ。いる？かかった？今ブルブルしたの見なかった？来た？いるぞ。いるぞ、いるぞ。いるぞ、いるぞ。またかかったらすぐに回します。はい、来た来た。おおおい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 、カモがありません。
江本くん、今そこに魚群がいるから投げた方がいいかも。オーケーオーケーオーケー。とりあえずぶっこ抜いてみるか。いきます。はい。おいおいおい、マジか。いくぞ。おらー。やちょっと早く、あれ終わってこれダメだね。クーラークーラーずーっと思ってねえからおえおれ。本日のバグ釣り王、バグ釣り王幸先いいぞ幸先いいな、幸先いいぞ。ちょっとあれ持ってくるわ。うん、クーラー開けてみます。あ、俺も引いてるわ。引いてる引いてる。わははは、ヤマト君行ったじゃない。来たー、よいしょー、よし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 、オーケー、よいしょー。これも一緒かな。一緒だね。ね、あざます、あざます。いや、これはもう後ろも来てる。なんかそんな感じ。どうぞどうぞ。いる？取れちゃった？いるぞいるぞ。引いてるわ。引いてる引いてる、いけ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 。あ、取れちゃった。取れちゃった？ふう。そうか、一回一緒に戻りますか、ケンジと。ちゅうことで、今2時間ほどやってましたけど、お疲れ様です。クーラーボックスパンパンになって、うん、重そうだもんね。また生態系崩してまして。かっこいい。テーブルの先でやってたんですけど、どうでした、成果は。成果、私は一匹。うん、イナダらしきものをまあちょっとサイズがちっちゃかったんで、リリースはしたんだけど、私はこれもイナダかな、イナダの大きいやつ、わらさまでいかないぐらい。でも多分60が超えてするわけ。超えてんのかな。ぶっこ抜けるんだな、あえて糸切れちゃうかなと思って。チンチンが僕はイナダ、これが使ったんだ。そうだよ、ね、わーって言ってるから自分の強化を捨てて。今みっちゃんが向かってるんで、あと2時間3時間かかるから、なんか釣り竿をどっかに取り行くんだよ。あ、はいはい。そうだから、なんか弁慶だっけ、弁慶で飯を食って、でちょっと日お昼ねちょっと休憩をして、ええ、でみっちゃんたちと合流したら、なんだ、ゆうまずめをちょっと攻めてみようかと思います、はい、それではまた。それじゃあお昼を食べに弁慶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 。なんかね、新潟の人が絶対食べた方がいいよっていう、地元の回転寿司屋さんなんだけど、めちゃくちゃネタがいいらしいです。へー、ネタがいいんだね。佐渡にうまい寿司が、佐渡にはうまい寿司がある。行ってみましょう。卵とポーサミサトリです。どうぞ。サンドリー、サンドリーが多いから、いつもまた、とりあえず飲んでてみる。バレないな。バレない。たぶんバレない。まあ半分でもないと思うけど、最低に落ちてる。あっしゃらん。どうぞ。とりあえず。大体シールです。おい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 お
ちょっとインサートを取ります。いただきます。うまそう。うまそうだね。そう、地のものが多いね、やっぱり。でもね、なんかカワハギで、これカワハギだ、ノドグロで、これ、あ、じゃあこれもカワハギ、アジ、ブリ、大トロたたき、卵、ヒラメ、ヒラメがいました。ヒラメも仕上がってるね。うん、いただきます。食べていきましょう。ちょっとお醤油、いった、いった、あら、こいつ、ガンザン、はい、まだ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 、いっちゃいましょう。ちょっと2時間ぐらいお気に入りできない。なんか勝手にハイボール出てきたし、ねえ、怖い怖い。頼んでない、追い込んでいこうぜ、頼んでない加速しさせていい、タコの唐揚げとハイボール2つ頼んでない。いやいい風だったね。お味いかがでした？めちゃくちゃうまかった。美味しかったね、気持ちいい。何が一番うまかった？俺、ヒラメのあの生縁側、生縁側うまかった、うまかったね。酔っ払いじゃないし。なんか熱いのよ。2杯しか飲んでない、まあ、だいぶ日焼けしたからね。そうそうそう、その日焼けに血行が良くなってね、赤くなっちゃったんじゃない、うん、風かもしれない、うん、すごいな。よし、みっちゃんお迎えに行きますか。行きましょう。先行こう。はい、お疲れっす。行くよ、釣りに。釣れたんでしょ、すでに。ん、すでに釣れたんでしょ。どんぐらいだっけ。3メーター半。そんなに怪物やん。3メーター半。引きですよ。テニスプレイヤー。テニスプレイヤー。綺麗に絵が描けるよ。マネージャーさんも来て。やめろやめろやめろ。あ、でも風呂入ったばっかだもん。はい、めっちゃ綺麗。あ、でもうんこ2回してるからね。風呂入った後から。ほなほな。じゃあ早速釣り行っちゃう。大丈夫、設営は後です。風がどうかだね。結構風が吹いてるから。あ、とりあえず行ってみようか。うん。うん。それでは。風格好の旅へ。レッツゴー。レッツゴー。パス。飛んでもらいますんで。おいしょ。よいしょ。瞬間移動してまいりました。あっしゃ。二見港。二見港にまた戻ってきたんで、夕間詰め残り2時間ぐらい。やっていきましょう。頑張っていきましょう。みーちゃんも加わったよ。よろしくお願いします。お願いします。何するんですか。え？何するんですか。はい。はい。はい。行ってみよう。レッツゴー。上手だね。上手い。上手い。上手い。晩飯釣るぞい。ちょっとプロ連れてきました。何でも聞いて。あ、俺よろしくお願いします。はい、よろしく。島野さんから、テスターで来てる青木さんです。はい。あ、山本さんです。青木です。山本プロ。よろしくお願いします。今日はどういう感じで狙っていけばいいですかね。今日風が、まあ、微風だし、うん、まあ、波も穏やかなんで、もうしゃくっちゃって。しゃくっちゃって。とりあえずしゃくっちゃって。よろしくお願いします。で、ちょっとまずを手本を見せてもらいます。しゃくり具合がね、わかんない。オッケーオッケー。行ってみましょう。何でも聞いて。とりあえず投げていこう。なんだろうね、ブリ。ブリじゃなくて、ボラ？よいしょ。水温が今上がってきてるんで、はい、今日はちょっと温泉に入ってきて気持ちよくなっちゃってるんで、中に後で入ってみたいと思います。よろしくお願いします。おじさん、いくよ。プロ、ライトお願いします。はい、 OK。 よっしゃあ、ガンガン釣っていきましょう。よろしくお願いします。バスね、60グラム。さすが。
やったらか今やってね。今やったね。さあ、いるけど追ってきてる。あ、本当だ本当だ。追ってきてる追ってきてる。頑張れ頑張れ。稲田ちゃん？うん。なんか粘るか。稲田だった。稲田だった今。うん。そこドアにいるじゃん。ねえ、いるよ。稲田じゃねえかな。で見てただけだったな。もう分かってんだよ。あれねっつって。目のあれか。届かなかったその先へねっつって商品名まで知ってる相当すれてるじゃん確かに会話聞いてるもんもはやこっちのねあたり色が分かんないねどうした？うん。ここを借りていく。一軒はずっと上等。いや、今そこ。平場で。お！どうだ。もうか。なんだよ。完璧な合わせだと思ったのに。合わせうまいよね。カスゴの時もそうだけど。ただただ重たいだけ。お、これはあれじゃない？お、お、これはあれじゃない？お？見てくれよ。あ、もうじゃない？もうじゃない？もうじゃない？もうじ？もうじ？もうです。なんだよ。めちゃくちゃ絵は綺麗だけど。今日一のもです。めちゃくちゃエモいもずり。バチャついた？馬車馬？馬車馬です。めちゃくちゃ絵はいいけど、絵は尋常じゃないことになってる。どの辺？手前。ちょっと斜めに。うん。じゃあ俺は手前を。おぉ、すげぇな。うん、すごいです。釣り、もうすぐ味わうの、釣り。あら汁ブランド作るか？ちゅ、我々、こちらの3品。めちゃくちゃうまそうだね。俺が日本酒。